こんにちは。今日はイボリ1号公園です。ここはセミがガンガン鳴いてまして、とても暑苦しいですが、強い風の日でも風が入ってこないため、冬には逆にありがたい公園になります。公園の脇が紫雲山幼稚園になっています。ですので、幼稚園の公園時間になりますと、この辺幼稚園児やお母さんたちでいっぱいになりますので、私はその時間帯は利用しません。でこちらのトイレは、許容範囲ですが、あまり綺麗ではないです。ですので、神経質な方はちょっと無理かもしれない。で定番のパンダさんとライオンさんです。いつだったかな、ついこの間まで汚いパンダさんだったんですけども、町の方で、お乳のパンダさんに変えてくれました。鉄棒は3段階で、一番下の鉄棒は小さい子供でも届きます。でこちらが砂場です。幼稚園とか保育園の脇の砂場はだいたい綺麗です。でこちらが婦人の棚の下の休憩所です。四角い椅子が置いてあります。婦人の木の屋根っていうの風流ですよね。時々僕ここで休憩しますけど、次は定番の大きな遊具です。大きいって言っても大したことないんですよね。ここは、ここを持って、ぐーん、反対側までターザンロープみたいに行くのかな。結構大きい子供にないとこれできないですね。で、この遊具が結構苔むしてましてね、映像で見えますでしょうか。黒くなってるのがそうなんですけども、で近所の子供はこれでガンガン遊んでますから、直接健康に害があるとも思えないんですが、ちょっとメンテナンス的には弱いかなというイメージはあります。この石が、腰掛け兼遊具みたいになってまして、この上で子供たちが遊んでますね。ここちっちゃい滑り台みたいになってます。ここが関係者以外立ち入り禁止、危険ってなってるんですけど、何が危険なんですかね。この規制線の向こうには何があるかっていうと、ただの猫なんですよね。猫って言ってもニャーの方じゃないですよ。こちらは公園の奥にあるもう一つの休憩所です。でここは屋根がついてますので雨がしのげます。それから健康器具が2つあります。こちらはぶら下がり健康器具です。で今日やってみたんですけども、昔は懸垂ができたんですけども、上までは登れませんでした。何秒かぶら下がって終わりでした。それからこちらはストレッチベンチです。背中のストレッチをしようとか書いてあるんですけどね、これが私ちょっと苦手でして、後ろが当たって痛くてやりません。公園の所在地はこちらになります。今日はイボリ1号公園でした。